回復し、堀達夫。第一部。彼はすやすやと眠っているように見えた。それは夜更けの寝台車の中であった。突然、そういう彼が片目だけを不気味に開けた。そうして自分の枕元の懐中時計を取ろうとして、しきりにその手を動かしている。しかしその手は鉄のように重いのだ。まだその片目を覗いた他の器官には数時間前に飲んだ眠り薬が作用しているらしいのである。そこで彼は諦めたようにその片目を閉じてしまう。が、しばらくすると、彼の手が一人でに動き出した。さっきの命令がやっと今それに達したかのように。そうしてそれが一人で枕元の懐中時計を手探りしている。その動作が今度は楽に、彼自身ほとんど忘れかけていたさっきの命令を彼に思い出させる。まだ3時半だな。彼はそうつぶやくと、一つ咳をする。するとまた咳が出る。そうしてその咳はなかなかやみそうもなくなる。まだ1時間ばかり早いけれども仕方がない。もう起きてしまおうと彼は思った。彼は上着に手を通すために身もだえするような格好をする。やっとそれ起きてしまうと、半年近くも寝巻きでばかり生活していた彼には、どうもそれが身体にうまく合わない。ネクタイの結び方がなんだかとてもなんかしい。靴を履こうとすると、他人のと間違えたのではないかと思うくらいダブダブだ。そういう動作をしながら、彼は絶えず咳をしている。そのうちにそれ自分の出ない咳が混じっているのに気がつく。どうも彼の真上の寝台の中でするらしい。俺の咳が映ったのかな。彼は何気なさそうに自分の足元に揃えてある一組の婦人靴を目に入れる。彼はやっと立ち上がる。そうしてオキシフルの瓶を手にしたまま、スティムで蒸されている息苦しい廊下の中を歩き出す。カバンにつまずいたり、靴を踏んづけそうになる。一つの寝台からはスコッチの靴下を下着足らしいのが出ていて彼の邪魔をする。そんなごった返しの中を、彼はよろよろ歩きながら、まるで狂人かなんぞのように目を大きく見開いている。その時ふと彼は、そういう彼自身の痛ましい後ろ姿を、さっきから片目だけ開けたまんま、じっと睨みつけている別の彼自身に気がついた。その彼はまだ寝台の中にあって、ごたごたに積まれた上着ぬやネクタイや靴の中に埋まりながら、そして絶えず咳をし続けているのであった。夜の明ける前、彼は S 湖で下車した。そこからまた、彼の目的地であるところの療養所のある高原までは自動車に乗らなければならなかった。途中で日は、その湖畔にある一つのみすぼらしいバラック小屋の前に車を止めさせた。そこには、元彼の家で下男をしていたことのある一人の老人が住んでいた。その老人はもう70位になっていた。そうしてもう十何年というもの、この湖畔の小屋に全く一人きりで暮らしているのだった。時々神経痛のために半身不随になるということを聞いていたが、そんな時は一人でどうするのだろうと、その老衰した様子を見ながら彼は思った。それにしても、なぜこんなにまでなりながら生きていなければならないのかしら。そういう今の自分にはよくわからないような疑問がふと彼の心を曇らせた。そのバラック小屋の窓からは、小屋の中の聖母の青犬のような色をした、明け方の湖水が、ほんのりと浮かんで見えた。老人はいつか彼の前に古びた聖書を開いていた。
そうして彼のために熱心な祈祷をしだした。だが彼はそれには別に耳を貸そうともしないで、ただ不思議そうに、老人の手にしていた聖書の背側が傷んでいると見えて一面に膏薬のようなものが貼ってあるのや、その老人のブルブル震えている手つきがなんとなく鶏の足に似ているのを眺めていた。そしてその二つのものは聖書の文句よりも彼の心に触れた。まるで執拗な、生、そのものの象徴ででもあるように。療養所は S 湖から数里離れたところの藍竹のふもとにあった。そうしてそのふもとのなだらかな勾配に沿うて、その赤い屋根を持った大きな建物は片身に並行した三つの病棟に分かれていた。それにはそれぞれに、白樺、とか、林道、とか、尺投げ、などという名前がついていた。彼の入った、白樺、の病棟は藍竹のふもとに最も近く、そこには他の患者もあまりいないらしく、そしてその裏側はすぐ一面の雑木林になっていた。彼の病室からはベッドに寝たままで、開け放した窓をちょうど良い額縁にして、南アルプスのまだ雪に覆われているロマンチックな山頂が眺められた。彼の病室には南向きの露台が一つついていた。そこからならば S 湖も見えるかもしれないと思って、そこまで出て行った彼はそれらしい方向には一体の松林をしか見出さなかった。が、その代わりに彼はそこから、下の方の病棟のあちらこちらの露台に裸かの患者たちが日光浴をしているありさまを一目に見ることができた。みんな樹皮のような色の肌をしながら、海岸でのように楽しそうに腹ばいになっていた。彼の想像はそういう人たちと同じように日光浴をしている裸かの彼自身の姿を描いた。そして、我が骨はことごとくスールばかりになりぬ、そんな文句を彼はふとつぶやいた。それはかの老人が彼のために読んでくれた聖書の中の一句だった。一番なんでもないような文句を覚えていたものと見える。我が骨はことごとくか、それはいつの間にか話し相手のない彼の口癖になってしまった。夕方になると、彼はひどい疲労から小石のように眠りに落ちた。それから何時間経ったのか覚えはなかったけれど、彼が目を覚まして便所に行ったのは、だいぶ深夜らしかった。彼は便所から帰って、一種の匂いの漂っている病院の廊下を、同じような病室を、NO1、から一つずつ丁寧に数えて歩いてきながら、さて彼の病室である4番目のやつのドアを開けようとして、ひょいと部屋の番号を見たら、それは、NO5、だった。彼は部屋の感情を間違えたのだと思って、すぐ廊下を引き返した。が、一つ手前の部屋に来てみるとそれは、NO3 になっていた。俺はなんと寝ぼけているのだろう。自分の部屋の前を何遍も素通りする。そう思ってまたキビスを返した。が次の部屋まで来てみるとやっぱりさっきの NO5 であった。まさかおとぎ話じゃあるまいし、俺が夜中に起きて便所へ行っている間に俺の部屋がどこかへ消えてなくなってしまっているなんて、そうは思ったものの、彼はしばらくの間、電灯ばかりこうこうと輝いている深夜の廊下の真ん中に愚かそうに立ちすくんでいたが、ふとそこに漂っている匂いが過酸化水素の匂いだと気づくが早いか。彼は彼の部屋のドアの外側の取っ手には、なぜだか知らないけれど、ガーゼの包帯が巻いてあったことを突然思い出した。
そうして彼は、彼が何遍もその前を往復した、NO5 の部屋のドアの束手がその通りであるのを認めた。俺はこの俺の手でさっきそれを握りながら今までこいつに気がつかなかったとは何事だい。そこで彼は思い切ってそのドアを押し開けた。やっぱり俺の部屋だ。空っぽの俺が俺を待っている。夕方、俺がそこら中に脱ぎ捨てておいた街灯や上着ぬやシャツや、それから手袋や靴下のようなものまでが、みんなそれぞれに俺の姿を彷彿させている。彼はやっと小さ自身のベッドに潜り込みながら、今しがたの変な策をゆっくりと考え直した。つまり、病院には、NO4 なんて部屋は初めからないのだ。4は不吉にも死と暗号するから。で、俺の部屋は4番目であるのだけれど、しかも5という番号が付けられている。ただそれきりなのだ。だが待てよ、その厄介な番号を持った部屋をすっかり持て余してしまったこの病院の建築士は、ひょっとしたら一種の魔法のようなもので、この隣の俺の部屋にそれをスポッとはめておいたかもしれないぞ。そうしてその二重の部屋、つまりこの俺の部屋だが、それは夢と現実とをくっつけたように、どこかで少しずつ食い違いを生じている。そうだ。こんな夜更けなドアの露台に出てこっそり窓の外からこっちを覗いてみると、ちょうどあの茂る屈折をする崩壊石のようなものを通してみたかのように、この部屋の中のものがすべて、そして俺自身までがぼんやり二重になって見えそうな気がする。その時不意に前夜の寝台車の中のごたごたとした光景が彼に思い出された。いつまでも奇妙な半睡状態を続けている自分の体からスーッと別の自分自身が抜け出して列車の廊下をうろうろと歩いている。そういう前夜の錯覚と、それから今しがたの変な策ごとがいつしかごっちゃになって、なんだかウィリアム、ブレイクの絵のある複雑な構図と同じような不可解さを持って彼に迫りながら、ますます彼を眠りがたくさせた。2、3日後の夜、彼は彼の部屋のドアの束手に人間の手みたいに巻いてあるガーゼの包帯に内部から血の滲み出ているのを認めた。しかし翌日になってみると、彼の知らない間にそれは新しいガーゼに取り替えられてあった。そういう神経質な最初の一夜を例外にすると、そこへ入院してからの彼の病状はずっと順調であった。高原の春先気の気候とともに、彼の病室の窓から眺められる南アルプスの山頂には雪が日ごとにまばらになっていった。そしてそれらはついに何かしら地球の歯のようなものを剥き出しながら、彼の窓に向かって次第に前進してくるように見えた。病人はそれを開かずに眺めた。だが、ある朝から急に雪が降り出した。そして一日中をやみなく降っていた。もう4月下旬だというのになんということであろう。そしてそれはその翌日になっても、翌々日になっても止まなかった。そんなある夜更けのこと。あたりがあまりに想像しくなったのでそれまでうとうとと眠っていた彼は思わず目を覚ました。眠る前にいくらか小ぶりになったかと思われた雪はいつしか吹雪になっていた。その上に突風がそれに勝っているらしい。そんな夜もろ台に向いているドアや窓は医師の命令で細目に開けておく習慣だったので、それらの隙間からは無数の細かい雪が突風そのものと一緒に吹き込んできて、そこら中に手当たり次第に汚点をつけながら、彼の病室の中をくるくると待っていた。
彼はそっと目だけを毛布の外に出しながら夢心地にそれを見入っていたが、やがてそれらの活発に運動している微粒子の群はただ一様に白色のものばかりでなく、それらの中には赤だの青だの黄だの紫だのが混じっていて、それらが全体として虹色になって見えることに気がついた。その瞬間、彼はちょっと軽いめまいを感じはしたが、それでもなおその回転する虹に見入っていると、それがいつしか彼に子供の頃のある記憶を呼び起こさせた。人が子供の彼のために幻灯を映してくれようとしている。彼は闇の中をじっと見つめている。レンズがなかなか合わない。その間、ただ様々な色彩の塊がぼんやり白い布の上にさまよっているばかりである。けれどもある期待のために子供は胸を躍らせている。うっとりするような瞬間が過ぎる。やっとレンズが合い、貝がはっきり見え出す。そこには雪の中に一人の死んだ死な兵が倒れている。子供はその凄惨な光景に思わず目を覆ってしまう。その子供の腕を、一瞬間うっとりさせていたのと同じような現実のは長い間の腕を落とし入れようとしているのだろうか。俺は何かに騙されているのではないか。そう思いながら彼はなおも見せられたようにその虚空に回転する虹に見入っていたが、そのうち突然、どこかでガチャリ、とガラスの破れる音がした。と同時にあちらでもこちらでもそれと同じような物音が起こった。ずいぶんたくさんのガラスが破れたらしいな、と思う間もなく、彼の耳は彼自身のすぐ身近に起こったらしい。それよりも数倍も大きな音響のために麻痺したようになった。それは彼の部屋の中で起こったものらしかったが、彼はそれを確かめようともせずに頭からすっぽりと毛布をかぶってしまった。そして彼は枕元に用意してあるブエロナールを飲もうとしたけれど、このまま何も知らずに眠ってしまうことも恐しかった。それからどのくらい時間が経ったかわからなかった。ただその間も彼は絶えず自分の眼底に、様々の色の微粒子がチラチラしているのをば感じていたが、そのうち不意にエレベーターの加工に伴うような感じで彼の全身がスーとし出すのと同時にそれらの幻覚も一度気に消えてしまった。それは明らかに眠りではなかった。それはどこかしら脳貧血に似ていた。本当の眠りはただその発作を長引かせるような作用をした。彼がそういう一種の歌詞から蘇ったのは翌朝の10時頃だった。もう風はすっかり止んでいたし、路台を4、5寸埋めている雪からは水蒸気が盛んに立ち上っていた。そのせいばかりでなく、その路台の眺望は、いつも彼のベッドの上から見えるのとは非常に様子が違っていた。そしてそれが、彼の病室の窓ガラスが跡形もなく破壊されているからばかりでなしに、その路台に通じているドアがその蝶つがいごとそっくり剥ぎ取られてしまっているためであることに彼はぜんっと気がついた。ガラスの破れる音は彼もうつつに聞いて知っていたが、あんなに頑丈だったドアがこんなにまで破壊し尽くされたことを昨夜少しも知らずにいたことが彼を気味悪がらせた。南アルプスの山頂はまた一面に真っ白になりながら、いつの間にか彼の窓からずっと後へ去っていた。それを眺めながら、彼が自分の今生きていることを確かめでもするように、彼のもじゃもじゃになった髪の毛色いと手を触れたら、その一本一本が神経そのものであるかのようにいたんだ。彼は眠ることができなくなった。どうも夜中になると熱が出てくるらしい。
ちょっと眠ったかと思うとすぐ汗みどろになって目が覚めた。朝の体温が38度ぐらいで1日のうちの最高で、それから次第に下がって、夕方には最低37度ぐらいになった。熱の系統が普通とは楽であった。しかもそれがかなり秩序立っていた。夜、眠れないのはどうもそのせいらしかった。毎晩、12時頃になると看護婦たちが彼の病室に見舞いに来た。彼はからかい半分彼女たちのことを、ハトポッポ、と呼んでいた。それは看護婦たちが鳩の歩き方を真似しているような格好をして廊下を歩いてくるからだった。そうして看護婦たちは彼の病室のドアをスーッと音のしないように開け、しばらく室内の様子を伺いながら闇の中に彼が眠っているらしいのを確かめると、またスーッとドアを閉めて、再び鳩のような足取りで廊下を立ち去った。看護婦たちの中にはドアも開けずにその鍵穴から彼の様子を覗いていく者もあった。そんな時刻にはいつもまだ眠れないでいるところの日は、そういう看護婦たちの行動を一つ一つ手に取るように知ることができた。また、それまでうとうと眠っているような場合でも、きっとその変な様子を彼は神経に感じて目を覚ましてしまうのが常であった。そういう時彼はびっしょり汗をかいていた。彼は看護婦たちの立ち去るのを待って素早くタオルの寝巻きを裏返しにした。だが、そのうちにその深夜の訪問は12時に限らず行われるようになった。ずっとその時刻の過ぎた夜中の2時か3時になって、まだ眠れずにいる彼はドアが一人で見開いたり閉じたりするのを見た。誰かが鍵穴からじっと自分の様子を伺っているのを感じた。しかもそれは一晩のうちに何回となく繰り返された。彼はその度ごとにゾッとしながら、いつも眠った真似をしていた。そんな時彼の神経過敏になった耳は、どうかすると夜更けの廊下に何かの翼の音のするのを聞いたりした。しかし彼はその子供らしい恐怖を誰にも訴えなかった。彼はその不眠と熱のためであるらしい幻聴に彼自身を鳴らそうとした。そして子供たちが、ハトポッポ、で遊ぶようにそれで遊ぼうとしていた。だがある朝、院長は、彼に彼が六膜炎を再発していることを告げた。そして彼が夜更けの幻聴のように聞いていた何かの翼の音は彼自身の胸の中から起こるものであることを知らされた。彼は夜ごとに不眠に慣れていった。彼はむしろ夜眠ることを欲しなくなった。眠ることは、彼には、ただ寝汗をかくことであったし、その後で高い熱の、きっと出るような悪夢を見ることに過ぎなかったから。だが彼は、不眠のままで、目を開けたままで見てしまう恐ろしい夢はどうすることもできなかった。そんなある夜に見たところの一つの夢であった。いつもは開けておくはずの窓をどうしてだかその矢は閉めておいたと見える。外は月夜らしく、その閉じた窓の隙間から差し込んでくる月光が彼のベッドの周りの床の上に小さい丸い斑点をいくつも描いていたが、それはまるで彼自身がそこへ無神経にし散らした炭のように見えた。そういう変な光線の中で、彼はふと彼の枕元に誰かがうなだれているらしいのに気づいた。ああ、A が来てくれたな。その瞬間 A が誰か別の人間に変わってしまった。おお、B だったのか。すまないな、A と間違えて。おや、君は B でもないね。C だったのかい。そんな風に、
彼の枕元にうなだれているのは一人の男きりだったが、その男が誰だかやっと見当がつきそうになると、それはすぐ他の男に変わってしまった。相手の男がいつの間にか他の男に変わっているようなことは、どんな夢にもよくあることで、そういう不思議な変化も大概の夢では極めて自然に感じられるものである。それが彼のその時の夢ではそういかなかった。その不思議な変化がどこまでも不思議で、その上それが一種の正気のようなものをさえ感じさせるのだった。そんな具合に彼が彼の知っていると思われるあらゆる友人たちを変わる変わる夢に見尽くしてしまった自分になって、彼は然とその一見なんでもないような、それでいてこの頃の彼の夢の中では、最も彼を苦しませたところの夢から自由にされた。熱がひどく出ているらしい。彼はそれを測るために検温器を取ろうとした。だが、その検温器は彼の手から滑って床の上で真二つに折れてしまった。その瞬間、今まで窓の隙間から差し込んでくる月影だとばかり思っていたそこら中のたくさんの斑点が突然、彼の目に真っ赤に映った。そしてそれが本物の痰のように見えた。おや、俺はいつの間にこんな血を吐いたのかしら。彼は気味悪そうにそれから目をそらしながら、なんだかこのまま自分が死んでいくのではないかという気がされてならなかった。そうして彼は、今しがた夢の中で彼を苦しませたところの友人たちが、彼の死を知らせる電報を手にしたまま、様々に驚愕しているありさまを、一つ一つ病的な好奇心を持って書き始めていた。彼がその何回目かの彼の危機から脱するためには、4週間たっぷりの絶対安静を要した。6月に入ってから、ある日のこと、彼は初めて露台に出ることを許された。彼はそこから見えるあらゆる樹木がすっかり若葉を出しているのに眺め入りながら、目がかゆくなるのを我慢していた。それらの樹木の多くが白樺とカラマツであることを知ったのもほとんどその時が初めてであった。熱は体温量の上で一時非常にジグザグな線を描いたが、そのジグザグは次第にその振幅を縮めていきながら、ついに完全に赤線、37度、以下になった。だが、彼の身体はまだどことなく不安定だった。そしてひっきりなしに身体のあちらこちらに、ちょうど大地震の後に起こる無数の小さな余震のように、あるいは頭痛が、あるは神経痛が、あるは死痛が次々に起こった。彼はそれらの余震になおも脅かされながら、しかし次第に、露台の周りでうるさいくらいさえずり出した小鳥たちの口真似をしてみたり、裏の山から腕いっぱい花を抱えて帰ってくる看護婦に分けてもらって薬瓶に刺した林道やスズランなどの小さな花の香りを嗅ぎながら、彼は生き生きとした呼吸を支出した。ある日から彼も日光浴をすることになった。彼は看護婦から紫外線よけの黒メガネを受け取ると、それをすぐにかけながら子供のようにいそいそと露台に出て行った。そして彼は初夏の太陽を眩しそうに見上げながら、それに向かって話しかけでもするように独語するのであった。おお、太陽よ、俺も昨日までは苦痛を通してしばかり見つめていたけれども、今日からは一つこの黒メガネを通してお前ばかり見つめていてやるぞ。第二部。その後5病気後順調のよし、何よりも結構です。もしお体にお差し障りないようでしたら当分こちらへ来てみませんか。
今年は西洋人の別荘を借りています。私一人きりですからどうぞご遠慮なくおいでください。うちの寝台はギーギーなりますけれど、庭にはたくさんあなたの好きなシダが生えていますよ。しかしこれはうちのを取ったのではありません。7月の初めに、軽井沢に行っている彼の叔母から、美しく密生したシダばかりを撮影した絵はがきが、まだ療養所にいる彼のところへ届いた。彼はすぐそれに返事を書いた。絵はがきをありがとう。僕はすぐにでもおばさんの、シダさんそう、行きたいのですけれど、院長がまだ許してくれません。でもあと1週間ぐらいしたらと僕は院長と約束をしました。それまで僕はせっせと日光浴でもしていましょう。僕は足ばかり出しているものだから、なんだかマホガニー製の義足でもしているようになりました。さようなら、7月も末になったある朝、その、シダさんそう、に突然、彼は、西洋人の好んで着るような派手な絵のスウェーターかなんぞ着込んで、妙にはしゃいだ姿を現した。手には塔のステッキを持っているきりで、どこか散歩からでも帰ってきたような格好であった。雑草が追いかぶさるようになっている小道の両側には、とりわけシダが見事に成長していたが、それが彼にはあたかも可愛らしい手を広げて自分を歓迎している子供たちのように見えるらしく、彼を微笑ませていた。そこの奥まったブエランダに、彼の叔母が一人で遠い椅子に寄りかかっているのを認めると、おばさん、そう彼は人懐こそうに元気のいい声をかけた。そうしているところはまるでシダの女王みたいですね。そう見えて、女王なら、私はどの女王でもいいわ。おばさんは彼ににっこり笑ってみせた。彼は靴のままブエランダに登って、そこにある遠い椅子の一つにどっかり腰を下ろした。そうして少し荒い息遣いをしていた。お疲れになったでしょう。すぐお休みにならない。ええ、おじさんは、ずっと東京よ。また痩せっぽちが二人寄ってたかってきっと笑うことよ。ふ、ふ、僕もここへ来る途中で考えたんですがね。あのね、昔はそれでも、おばさんと僕とで目方を合わせるとおじさんのよりは1キロぐらい多かったでしょう。でも、もうダメなの。僕はあの頃から見ると1キログラムはたっぷり減ってしまったからな。その代わり、おばさんは少し太ったでしょう。そう言われても、彼はもうおばさんの方を見ようともしないで、元気なくじっと目をつぶっていた。そのシダの密生しているおばの別荘には、去年まではスコットランド人らしい老夫婦がいかにも品良さそうに暮らしていた。毎年の夏、彼は散歩の檻などこの辺の草深い小径が好きでよくこの家の前を通ったものだが、その度ごとにいつもその老夫婦がブエランダに出て黙ったままお茶かなんか飲み合っているのを見かけたものだった。なんでも30年近く日本で宣教師をしている人だそうだが、そんな宣教師というよりもむしろ哲学者かなんかのように見えた。この高原のどんな小径にでも勝手な名前をつけたがる西洋人に倣って、彼もこの辺の小径を自分勝手に、フィロゾフェン、ウェグ、と呼んでいたくらいだったのに。あの老夫婦もとうとう彼らの人気を得て故国にでも帰ったのかしら。そういえば、この老夫婦型のアメリカの宣教師たちと違って、いかにも趣味のいい、そして地味な暮らし方をしていたらしいのは、彼らが彼らに代わってこの別荘に入るであろう人たちのために残していったいくつかの古びた家具類、例えば大きな寝台とか、
がっしりした食卓とか、稚拙な彫りのある椅子などを見ればわかる。どれもこれも30年ぐらいはごく注意して、傷一つつけずに、使い通してきたものらしい。たと英国であろうとも、こんな風にごく上等な品物をごく長い間使い慣らしていた老人たちの心柄は、ただ質素であると言ってしまうにはあまり奥ゆかしく思われる。彼はそれらの家具類の間にちょこんとしている一つのごく小さな椅子に、ちょうど5、6歳の子供にしかかけられないような一つの椅子にふと目を留めた。その小さな椅子は木質の古びといい、それに彫られてある模様の稚拙な感じといい、いずれも他の古い椅子とあまり変わらなかった。これはひょっとすると彼らが30年前スコットランドから日本へ移住してきた時他の家具類と一緒に向こうから持ってきたものかもしれない。その時彼らにはちょうど5つか6つぐらいになる子供が一人あったのだろう。だが彼はこれまでついぞそういう彼らの息子らしいものを見かけたことはなかったけれど、その息子、と言っても今ではもう30以上になっているに違いないが、彼は自分の職業のために一人で故国に帰っていたのだろうか。それとももしかしたらもう死んでしまっているのであるまいか。いずれにせよ、この可憐な椅子がそれを見るたびごとに彼ら老夫婦の心を慰めていたであろうことは容易に想像される。そうしてこの別荘を立ち去るとき、その老夫婦はこの椅子一つのためにどんなに心を悩ましたことであろうか。それらの古びたいくつかの家具がしめやかに語り出すところの、そういうロマンチックな物語に耳を傾けながら、それらの語り手の一人である、少し彼には大きすぎる寝台の上に、到底眠れそうもないと思いながら横になっているうちに、彼はいつしかすやすやと寝入った、夕飯の時である。彼はおばと一緒に食堂の、それ一つあれば7、8人ぐらいのお客には十分間に合いそうな、大きな丸テーブルに着こうとして、さて、それがあんまり大きすぎるので、どこへ座ったらいいのかまごまごした。どうも具合が変だなぁ、少し遠くても、向かい合って座った方がよくってよ。でも、二人になったから、これでもまだ格好がつくのよ。私一人の時は、本当に持て余してしまった。彼は彼女の言う通りに彼女と差し向かいに座った。しかし、タクシーの向かい側とこちら側で話し合うには、よほど大きな声を出さなければ聞こえないような気がした。そこで彼は食事の間だけ沈黙することにした。その代わりに彼は食事をしながら、その食卓がけのよく洗濯してあるけれど色がひどくハゲチョロになっているのや、アルミニウムのコーヒーは菓子の古くて立派だけれどその手が取れかかっていると見えてブサイクに針金で巻いてあるのや、どれもこれもちぐはぐな小皿に西洋草花が無邪気に書かれてあるのやをいちいち丁寧に眺め回していた。これらのものもみんな前の老夫婦が置いていったものらしい。その時彼は、例の子供の椅子に関する彼の意見をおばに話したい欲望を感じた。探偵小説ばかりを読んでいるせいか、他人の身の上などを空想することの好きなおばはことによると彼よりもっと細かな観察をしているかもしれない。彼はしかしそれを言うのをやめた。彼には私の向かい側にいるおばに向かって普通より大きな声で話しかけなければならないのが物受かったのだ。一種の神経衰弱にかかったところの病人は、二日も三日も平気で眠り続けると言われる。数年前、彼はその軽いやつにかかったことがあった。
その時の症状が思い出されてならないほど、この頃の彼はひっきりなしに眠たい。少し我慢して起きていると眠気で床の上に倒れそうになる。病院での睡眠不足を一時に取り戻そうとするがごとくに彼は眠り続ける。その病院では看護婦たちに持て余されたくらい神経質になった彼は、ここでは、このしっとりした落ち着きのある山荘の中では、そうして彼の叔母のクラシックな愛の中では、彼はまるで母親に抱かれた子供のように前後を知らず深い眠りに落ちた。事実、彼はここへ来てからもう何日になるのか、10日になるのか、20日になるのか、それとも1週間にしかならないのか、それすら思い出せない。そうして昨日のことが一昨日のことより昔のように思える。おばのところへは毎日のように彼女と同年配ぐらいの女の客が訪れてきた。そういう女客ばかりが2、3人一緒に落ち合うようなこともあった。みんな私の学校友達なのよ。おばはそう言っていたが、いずれおばに聞いてみればそれぞれ由緒のある高お人たちなのであろうけれど、そういう貴婦人たちというものはどんな会話をするものかしらと、一度2階の彼の寝室からじっと耳を傾けて聞いていると、自分の別荘の裏のくるみの木にリスが出たとか、野菜がどうだとか、薪がどうだとか、そんな話ばかりしているので彼は一人で苦笑した。そういう時には、彼は誰にも見つからないように、2階から降りてこっそりと台所の裏へ出て行った。そこにはカラマツが繁茂していて涼しい利欲院を作っていた。彼はいつもそこへ塔のネースを持ち出してごろりと横になった。そこからはよく伸びたから松のおかげで太陽がまるで湖水の底にあるように見えた。どうかすると彼はそこでそのまま眠ってしまうこともあった。そんな日のある日、もう客が帰った後と見えて、その裏には二面したフレンチ、ドアにおばがぼんやり寄りかかっているのを見つけると、おばさん、と彼はそのネースの中から声をかけた。ここにこうしていますとね、僕はきっとドロシーのことを思い出すんですよ。どうしてかしら、おばさんはまだぼんやりしている。よほどお疲れになったと見える。ドロシーは今年は来ていませんの。彼はうるさく質問するのである。ドロシーさんの家は何でも去年カナダへお帰りになったそうよ。そうですか。おや、おや、僕は年頃のドロシーが見たかったんだがな。数年前、彼はそのドロシーの隣の別荘に一家を暮らしたことがあった。やはりおばと一緒に。その頃ドロシーはまだ7つか8つくらいであった。彼は時々そのドロシーや彼女の小さな妹たちと一緒になって遊んだ。ドロシーは綺麗な女の子で彼女の美しい名前によく似合っていた。日本語も上手だった。しかし彼と話をしているうちに日本語がわからなくなると英語で喋った。そうして英語などで人と喋ったことのない彼をちょっと黙らせた。そういう時いつまでも彼が黙っていると、彼女はなんだか困ったような真面目な表情で彼を見上げるのであった。彼はそういう表情を美しいと思った。ある日、彼はドロシーとその小さな妹とを連れて、オルガン岩のほとりへ散歩に行った。その散歩の間、ドロシーは絶えずはしゃいでいたが、その人、突然一つの小さな崖の上よじ登ってしまった。それは彼女によじ登ることはどうにかできても、そこから降りてくることは危険に思われるほどの急な傾斜だった。どうするだろうと思って見ていると、
ドロシーはちょっとその傾斜を見て首をかしげていたが、いきなりそこを駆け下りてきた。危ない、と彼が叫ぶのとほとんど同時に、彼目屋は途中で足を滑らしながら、彼の足元へもんどり打って落ちてきた。しかし彼女はすぐ起き上がった。見ると彼女の白い萩にはデイがつき、何かで傷つけたらしく血が滲んでいた。彼女はしかしそれを見ても泣かずにいた。ともかくもすぐそこのホテルまで連れて行って何とかしてやろうと思いながら、その怪我をした少女とそれからもう歩き疲れているらしいその妹とお二人、両手に引っ張ってホテルに向かって歩いて行く彼の方がよほど気が気でなかった。そのうち彼はこや俺の方が少し怪しいぞと思い出した。彼はどうかした機会に、血を見ると、それが自分のであろうと、他人のであろうと、すぐ脳貧血を起こしてしまう癖があった。そうして今も今、彼はドロシーの白いすねにバラ色の血が滲み出ているのを見ているうちに、どうやらそいつを起こしたらしいのである。彼はホテルの玄関の次第に近づいてくるのを、うるさく顔にまつわりつくクモの巣のようなものを通して、やっとのことで見分けていた。ブランディ、ブランディ、一人の西洋人がそう叫んでいるらしいのを彼はすぐ顔の近くに聞いた。それから彼は、自分がホテルの床板の上に仰向けに倒れながら、誰かに自分の足を宙に持ち上げられているらしいことに気がついた。それと同時に甘ったるいような香水の香りを彼は嗅いだ。彼を解放してくれているのは西洋人の夫婦らしかった。ブランディ、彼の足を持ち上げていてくれるその西洋人は、ようやく意識を回復しだした彼の上に鏡ながら、ボーイの持ってきたらしい琥珀色のグラスを彼の唇に押し当てた。彼はそれを一息に飲み干した。彼はその親切な西洋人たちにどんな言葉で感謝を示したらいいのかわからなかったので、ただにっこりと笑ってみせた。その時彼の学エテをやっていたその細君らしい西洋夫人がひょいと後ろを振り向いたので、その方へやっと頭を持ち上げながら彼も見てみると、ホテルのポーチのところにドロシーとその妹は、ちょうどホテルへ遊びにでも来ていたと見える彼女らの友達らしい5、6人の少女たちに取り囲まれていた。そうして一種の遊戯かなんぞをしているように、ドロシーの説明を聞こうとしていくつもの金髪をいつとところに集めているそれらの少女たちの姿は、まだ少し頭のしびれている彼には、あたかもブドウの房のようにゆらゆらと揺れながら見えた。ここにこうしていると、そういう数年前の光景の一つ一つが、妙に生き生きと彼の心の中によみがえってくるのは、どういうわけかしらと考えるたびごとに、彼はこの木陰に何かしら一種特別な空気のあることに気づかないではなかったけれど、つい面倒くさいので彼はそれをそのままにしておいた。だが、ある日のこと、いくらか気分の良かった彼はその原因を調べてやろうと思い立った。そこの樹院は奥へ行けば行くほど彼が名前も知らないような雑草が茂るがままに茂っていた。これはきっとこの雑草の中に何か特別な香りを発するものがあって、それが彼の記憶を刺激するのかもしれないぞと思った。そこで彼はこの雑草の中を尾行を広げながらでたらめに歩き回ってみた。なるほど。何かが特に強く匂っている。それを嗅いでいると、なんだか気持ちがスースーしてくる。おや、俺はまた脳貧血をやりそうだぞ。と彼がちょっと錯覚を起こしかかったくらい、
その香りは彼の発作の直前の気持ちを思い出させる。こいつだな、と思って彼はその香りを頼りに、その香りの生じていそうなところを向きになって探したけれど、それが一面に茂っている雑草のどの辺であるのかすら一向に見分けがつかなかった。だが、その香りはどこかしらからますます鮮明に匂ってくる。彼はそこにぼんやり佇んだまま、なんとなく自分が盲目になったような感じさえ持ち出した。だが、彼はついにその香りの正体を探し当てた。彼の足が偶然にもそれを踏んづけたのである。彼の足元には、暗緑色の細かい葉を持った草が一塊になって密生していた。その一つを倒ってみると、その葉はちりめんのシワのように縮れていて、それが目にしみるほどの強烈な光を放っていた。何かの匂いに似ていると思ったけれど、どうしてもそれが思い出せなかった。彼はそれをおばのところへ持っていった。おばさん、これ、なんという草だか知っていません。これですよ。僕にドロシーのことを思い出させるのは、彼は2、3年前の発作のことを思い出しながら言った。おばはそれを手に取ってみてちょっと嗅いでいた。なんだかハッカみたいな香りがするわね。ハッカ草というのじゃないこと。あ、そう、そう、こりゃハッカの匂いでしたね。彼が発作を起こす時のなんとなく痒いような気持ちは、ちょうどこの匂いを嗅いでいる時の気持ちにそっくりであることに彼は今初めて気がついたのである。それは彼には一つの素晴らしい発見のように思われた。まだ8月の半ばを過ぎたばかりなのに、もう秋風らしいものが周囲のこの葉をさわさわ揺すぶっているのを耳にひやりと聞きながら、ある朝、彼が2階のベッドの中でいつまでもぐずぐずしていると、突然戸外でマグネシウムを焚いたような爆音がした。それと同時に家全体が激しく動揺した。朝間山よ、早く来てごらんなさいよ。開花のベランダでおばが叫んでいるらしかった。彼は寝巻きの上に上着を引っ掛けてベランダへ降りていった。僕はまた写真屋がマグネシウムでも焚いたのかと思った。それにしては朝っぱらから変だと思ったけれど、なるほどベランダからは、浅間山がその花キャベツに似た噴煙をムクムクと持ち上げているなんとも言えず不気味な光景がはっきりと見えた。その不気味な煙の中には、時々稲妻のようなものが光っていた。その線香は溶岩と溶岩とがぶつかって発するものだということを、去年の夏、彼は人から聞いていた。彼はその凄まじい噴煙を見上げながら、ちょうど今の自分と同じようにそれを見上げていた去年の夏のまだいかにも健康そうだった自分の姿をろっくり思い浮かべた。そうしてそれに比較すると、今の自分の方がかえって夢の中にでもいるような気がしてならなかった。もうベランダはうすら寒かった。彼は客間には行っていきながら、こんな朝はもう暖炉を使うのも悪くはないなと思った。彼はこの別荘に来た時から、その客間の片隅に古い溶岩を組み合わせてこしらえられてある山やらしい暖炉に目をつけ、それを一度使ってみたいと始終を持っていたのである。それで、その朝、とうとう彼は女中に言いつけて松の枝をどっさり持ってこさせた。そうして自分で暖炉の前にしゃがみ込みながら、それを焚き付けにかかった。やっとその小枝に火が燃え移って、パチパチとそれが快活な音を立て出すと、おばも自分の椅子をその火のそばに近づけた。そうしているところは、
あなたも随分丈夫そうになってね、おばが言った、そうですか。でも、もうかれこれ一年になるんですからね。ねえ、おばさん、僕ね、去年2回喀血したでしょう。最初の時は、どういうもんだか気持ちが良かったくらいでしたよ。そりゃ何しろ生まれて初めてなので、びっくりしたことはびっくりしたけれど、もうこのまま死んでいくのだと思ったら、かえって落ち着いてしまったのでしょうね。だけど、二度目の時は本当に嫌だったなぁ。あの時はもう、ひょっとしたら助かるかもしれないという気がしていたもんだから、かえって慌ててしまって、僕は無理やりに喉から上げてくる血を半分ばかり飲み込んでしまったんだからなぁ。その後の気持ちの悪いったらなかったし、医療には叱られるし、僕はあの時くらい人間の生きようとする意志を醜く思ったことはないなぁ。彼はいつか独り言のように言い続けていた。が、ふと彼のそばにおばがなんだか煙ったそうな顔をしているのに気づくと、彼は強いて口をつぐんだ。そうして一本のくすぶっている小枝をいじくっていたが、その様子にはどこか言いたいことがどうしても言えないで、それをもどかしそうにしているようなところがあった。おそらく彼はおばに向かってこう言いたかったのかもしれない。おばさん、そんなに僕が生きていればいいと思いますの。そうして二人はそのまましばらく黙っていた。そのうちにさっと何かがこの葉の上に降ってくる音が失出した。それは乾いた雨のような音だった。朝間の灰かな、おばはそうつぶやくと、そっと立ち上って窓際へ寄っていった。